はい、それでは今日は、昨日に引き続き、はい、北海道179市町村を回り切った大輝さんに、はい、いろいろと質問していきたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、お願いします。はい、まず一つ目の質問です。はい。キャンピングカーで回っていて、街に到着しますよね。取材して動画編集をする。まあ、その流れをちょっと簡単に教えていただきたいなと思ったんですけど。あ、はいはい。はい。まず、取材先の確保は、どのように行ってたんですか？あ、取材先の確保っていう面では、基本的に、ほぼほぼ決めないで街に入ってるんですよね。次の取材先とか。前に取材した人、取材した方が紹介してくれて、うん、で、そちらの取材をさせてもらうってことが多いので、はあ、もう8割、9割は紹介。たまに、農協さん、漁協さん、あとは役場とかに、突撃してこういう活動してるんですけど、誰かいませんかっていうのがあったんですけど、はあ、本当それは本当数えれる程度でしかないですね。はあ、なんかそこに一番苦労しそうですけど、じゃあ大輝さんは結構人つなぎで、うん、あまり苦労しなかった。まあそうですね、もちろんね、179全市町村をそうやって紹介してもらったわけではないけども、はい、うん、ある程度ですね、ある程度本当8割くらい紹介してもらったんで、はあ、恵まれてると思います、ね、これ面白いですね、はい、これ大輝さんの魅力なんだろうな、ここが。ちなみにこの滞在先難しいと思うんですけど、探し方ってどうだったんですか、うん、車を置く場所。ああ、置く場所ですね。いや、これ本当に難しくて、うん、特に北海道冬の場合、はい、閉鎖されている場所とかが多いんですよ。駐車場とか、はは、そこが冬期間はバツっていうね、立ち入り禁止みたいな。で、僕の場合トイレが欲しいんですよね。もちろん24時間トイレやってる場所が、はい、なのでトイレ付きの駐車場、まあ、道の駅が代表的なんですけど、まあ、道の駅がない場所もありますので、うん、そういったところには公共の駐車場とか公共のトイレっていうのを使わせてもらってるんですけど、やっぱ冬閉まってるとか、はい、あとそもそもどこにあるのか分かんないっていうのが結構多いですよね、あ、ネット見ても分かんないんですか？分かんないですね、はい、そうなんだ。なので Google マップでトイレって検索したら、はい、ポコポコポコってたまに出てくるんですよ、はい、公園のトイレとかも意外と出てくるんですよね、だそれめがけて行ったり、うん、現地の人に聞くって言っても現地の人って分かんないんですよ、釧路どこにトイレありますかって言ってもさ、分かんなくない？あ、意外に行かないもん。だって確かに現地の人はお家がありますもんね、はい、なんで現地の人ってあんまり分かんないんですよ。なので僕はこうやって回ってる時に、はい、まあ、こうやって回ってるのに興味を持ってくれている視聴者さんがいるので、うん、視聴者さんが次行く街の情報を調べてくれて教えてくれたりとか、それに助けられたことが結構多いですね。これも人ですか？はい、本当にそうですね。すごいですね。ちなみにちょっと疑問なんですけど、キャンピングカーにもトイレついてますよね？一応そうなんですよ、この裏、はい、これトイレとシャワールームなんですけど、あの汚水って言われるね、それが溜まるじゃないですか、でその処理っていうのが、まあ、決まった場所にしかできないわけですよ、はあはあ、あのそこら辺にはまずねできないので、はい、その処理が大変になるので、あとまあ汚れとかもありますけど、はい、そういった面で基本的にはここはもうクローズして使わないようにしてるんですよね。冬の間は全部水を抜かないといけないと思いますね。そっかそっか、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、まあそこから動画編集を今度すると思うんですけど、うん、まあ、そこにかかる時間とか、うん、どういう環境でしてたとかっていうのをちょっと聞きたいなって思って。あ、動画編集ですね。基本的に街に着いたら、場所を探すんですよね、そういう停泊場所を、はい、探して、で取材先探して、次の日だったりその日に取材しに行って、それ以外は基本的にここで動画編集をずっとしてるですよねなのでその停泊場所が長い時間滞在しても問題ないような場所、まあ、邪魔にならないとか迷惑にならない場所っていうのをまず探すんですよね。でそこでソーラー充電だったり、あとは発電機積んでるんですけど、発電機を外にちょっと出して、はい、みっちりですね、はい、回して、それで充電しながら作業をするっていうので、だいたい本当2日3日かけて動画編集してるんで、実作業で言えば本当に短いものだったら10時間とかで終わりますけど、で30時間とかかかるものも全然ありますし。はあ、だからやっぱりこの毎日投稿をしてきた、うん、この後半ですよ。後半はそうですね、とんでもないことですねはい、でも後半に至っては、編集するね、その作業する場所を探さなくていいし、電気を作らなくていいっていう、これがすごいんですよ。か、はい、だから今までは30時間プラス場所探しと電気作りに時間かかってるので、か、
そこが大変でした、あの動画編集よりもまさかのね、はい、そうなんだそうなんだ、回り切ってからね、回り終わってからの動画編集は普通に聞かれたらね結構大変かもしれないですけど、はい、大変じゃないです、ね、その前段が大変だったんで本当はそうだったんですね、はい、いやそうなんです、いい話聞きました、ありがとうございます。それでは次に、179市町村をめぐって改めて北海道ってどんな場所ですか。あー、はいはいはい、まあ、そうですね、179市町村回って改めて感じたのは、改めて感じたっていうよりも、もともと179市町村知らないですし、うん、回ったことがないのでね、はい、だから、新たな発見っていう感じにはなるけども、うん、まあイメージ通りというか素敵なところだなっていう、自然豊かだったり、うん、人の心が豊かだったりという、うん、もうその部分ですね、うん、もう本当にザ北海道って、まあ、皆さん自然が綺麗で、うん、まあ、食事が美味しいっていう魅力がある、うん、であとはですね、やっぱ現地の方々の温かさがめちゃくちゃ感じられた旅でした、ね、本当に。だからこれが北海道の美味しさだったり美しさっていうのを作ってるんだなっていうのが思うんで、まあ、その自然が豊かだから美しいとかよりもやっぱりそこに住んでる人が美しいから自然が美しいっていうところに多分つながってると思うんですよね。いいっすね、はい、本当にそう感じました、ね、そっかそっかそっか。じゃあ次に、そもそも北海道の179市町村を回った理由を改めて教えてください。そうですね、うん、前回なんて言ったかちょっと忘れましたけど、そうです、ね、自分自身が179市町村を知らないっていうのもあり、うん、179市町村全市町村の実態というかどんな感じなのかっていうのを知りたいのと、あとは各地で頑張っている人の役に立ちたい、うん、あとはそういう街の良さを伸ばしていきたいっていうので、実際に自分で見て自分で感じて、自分がここの応援をしたいなとかこの人の応援をしたいなっていう人を探すために出て、それで今いろんな人と会って、まあ、北海道本当にいいところだなと思ったんで、これからも北海道各地を盛り上げるっていう形でやっていきたいなっていうふうに思いましたね。心強いですね、はい、ありがとうございます、はいはい、それではそれでは、これからの北海道民の幸せのために必要なことは何だと思いますか。これからの北海道民の幸せ、やっぱりですね、自分の町の良さを知るっていうことかな。やっぱ自分の町がいいって思って暮らしてると それね、自分の町の自信だったり自分に自信を持ったり、なんだろうな、気持ちがいいじゃないですか、はい、自分の町ってなんもねえなーとか、うん、自分の町ってなんかしょぼいなーとか、うん、あの町いいよなー、あの町いいよなーっていう風に過ごしてると幸せじゃないですよね。そうです。でも自分の町はこういうところがいいんだっていう発見をみんながしていけば、もう絶対あるんで、その町の良さって、うん、もしなかったらね、引っ越した方がいいと思ってやってくらい、はい、やっぱ自分の町に自信を持ったり自分の町の良さっていうのを知って、うん、それで暮らすっていうのが一番その町の魅力を最大限生かすことだと思うから、うん、ってことは自分もね幸せになるし、うん、まあ、北海道全体として幸せになるんで、うん、もっと自分の町をよく知るっていうことがね、うん、すごい大事だなっていうふうに思いました、ね、だから僕もその町の魅力っていうのを深掘りして発信していく、はい、そしたらその町の人が言ってくれるんですよね、はい、こんな場所あったんだとか、はい、あすごいいいとこですねっていう、地元も人も知らなかったとか改めて気づかされたとか、はあ、そういったことがあるんで、まあ、でもそうですよね、僕も釧路市のことをすげえ知ってるかって言ったらそんなに知らないので、うん、やっぱ地元にいればいるだけ見えなくなる部分があるので、うん、まあ、そういうのを知るってすごい大事ですね、はあ、外に目を向けるんじゃなくね、うん、まずは内側に、いや本当そうだと思います、まずは今ここにというところなんですね、はい、はい、ありがとうございます。それでは次の質問に、たくさんの北海道の事業者を取材して取材先の方々に対して感じたことやコメントがあれば教えていただきたいなと。あ、コメントはまず取材対応していただき本当にありがとうございますありがとうございます。そういう部分で、はい、もういっぱいいっぱいなんですけど、うん、感じたことはやっぱり自信を持ってる方が多いかな。あ、うん、でもその自信っていうのはなんだろうな、パーンって出てきたもんじゃなくて、今苦労を重ねた結果やっぱ自信につながったり、自分がいいと思ったこととか、お客さんがいるんだったらお客さんに対して言われたことを、まあ、誠実にやっていくとか、そういった気持ちでね仕事をしている人が多いなっていうふうに思って、まあ、なんか僕もね気持ちで仕事をしている部分なので、はい、そこはすごい共感したし、はい、勉強にもなったっていう感じはしましたね、うん、はい、それでは最後です、はい、旅が終わった時の周りの反応について何か印象に残ってるものとかがあれば教えていただきたかったんですけど。あー、回り切った後ね、はい、まあ、ライブ配信とかもしましたよね。
はい、おめでとうお疲れ様っていうのはね、あのたくさんの方からいただきまして、それはもう本当にたくさんの方からいただいたっていう印象はねすごいあるんですけど、強くあるんですけど、ある方からですね手紙が来まして、はおめでとうございますっていう視聴者様から来まして、はそこに書いてたことがちょっと印象的で、あでもそうなんだなっていう回ってて思ったんですけど、いとも簡単かのように回っている大輝くんがすごいと、はあはあ、もういとも簡単に回ってるよねって、回ったよねっていう、うん、なんか回れるんじゃないかみたいな感じに見せている大輝くんがすごいっていうふうに言われて、普通に発信をしてたら多分結構大変だ大変だっていう発信になるんだろう、うん、企画をいとも簡単にやっているっていうのをなんか感じたみたいで、はい、なんか簡単そうにやってんなみたいな感じで 見てたんですよきっとね、うんうん、でも僕も簡単にやってたんですけど、はい、本来普通に簡単にやってたんですけど、でもそう思わせるっていうのはすごいなっていうふうに言ってくださって、でもなんかそうなんだよなっていう、まあ回ってる最中にね、いろんな方からやっぱこれ大変でしょうって、これって簡単にできることじゃないよとか、まあ楽しそうだねっていう人もいるんですけど、まあそれ以上にやっぱ大変なねこととかもあると思うんですよね、普通の人なら。僕あんまりないんですけど、だからそういった部分でいとも簡単のように見せている大輝くんがすごいっていうふうに言われたのはちょっとあってびっくりしたっていう感じですかね。気づかされることがねやっぱそういうふうにあるんですね。うん、あとあれですよね、何があってもきっと両方の側面があるじゃないですか、うん、ネガティブな方とポジティブな方と、はいはいはい、きっと大輝さんはポジティブな、うん、側面から物事を見て、うん、だからきっとなんか普通の人が大変だなって思うことも、うん、割と大変だと感じなかったりするんでしょうね。多分そうなんでしょうねそれはあると思います、うん、はい、だからこうポジティブにサクッと回ったみたいな、うん、そう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 印象を与えると、いやもう本当そうなの、うん、サクッと回ったんですそんなわけはないはずなんですよ、はいがしかしやっぱりそれってこう人に勇気を与えたりとか、うん、こう行動するきっかけになる人もきっと出てくると思うんですよね。いやねぜひぜひ、うん、そこは最もね、うん、みんなにこう感じてくれたら嬉しいところですよね。そうですね、うん、だからなんか苦難に思ったりとか、うん、なんかそういったことあったらぜひね僕に相談してくださいって言うんですよ。いいですね、はい、全然本当にその苦難全部僕飲み込みますから飲み込んでこう、うん、もしかしたら解決策をね、うん、メンタリティをね教えてくれたりとか、うん、そう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 、ああそうかね、病は気からっていうけど、はい、本当にね気持ちですよ。ですね、気持ちが明るいかどうかで全然人間違いますからね。うわー確かにそうだな。いやいやいや、そういうメンタリティでね579市町村を回り切ったという大輝さんですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ本日もいい話が聞けて良かったです。はい、ありがとうございます。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。